カニちゃんさんありがとうございます。クマちゃんのアロハ、アロハっていうかアロハみたいなタワーありがとうございます。あとはユータアットマーク最終活動お疲れ様楽しかったさんありがとうございます。ユータさん、クマちゃんありがとう。はい、そうですね、今日で私の AKB48 としての活動は終わりました。あ、ちょっと待って、西くんさん、くまちゃんタワーありがとう、ありがとうございます。西くん、あとはねたろうさん、くまちゃんタワーありがとうございます。ねたろう、そして黒のペイントさん、お城タワーありがとうございます。そしてライオンハヤトさん、くまちゃんタワーありがとうございます。ね、ちょっとねすごいギリギリなんですけど、あ、メッサーさん、くまちゃんタワーありがとうございます。メッサー、はい、そうですね、今日が最後のショールームまあでもね、次の活動始まったらまたショールームやると思うし。あ、すごい、こんなエフェクトがあるんですか、今かわいい、さんちゃん、さんちゃんエフェクトありがとうございます、さんちゃんありがとう、エフェクトかわいい。さんちゃんはあ、カズさん、くまちゃんありがとうございます。あとは佐藤261、佐藤183さんありがとうございます。勝浦さん、くまちゃんタワーありがとうございます。黒のペイントさんもありがとうございます年内だったら嬉しい、あ、でも年内に、はい、またね、活動は多分始まると思うので、いや、うん、個人、そう、ポーコ大天使ありがとう、アットマーク香港のなぎなぎ中さん、フォーコありがとう、くまちゃんタワー、帽子ボーイさんガッシュアットマークありがとうさん、ありがとうございます。ガッシュさんありがとう。そう、今日のコンサートみんな楽しかったですか？なんか初日から始まるのがやっぱいいですよね。やっぱチーム B って初日から始まるんだなって思いました。今日ももアットマーク、ラストステージお疲れ様さん、ありがとう、ももちゃん、くまちゃんありがとう、もも、ありがとうございますそしてトカチンさん、くまちゃんありがとうございます。トカチン、そしてヒューガアットマーク、なぎちゃん好き好き好きさん、ありがとうございます。ヒューガー、でライオンハヤトさんね、タワーありがとうございます。ライオンハヤトさんもう一本ありがとう、ありがとうございます。エンジンに参加できた気分、そう、みんなでいつも、そう、いつも感謝っていう、そのチーム B のエンジンをみんなで言う、いいよね、あれ。ゆうたアットマーク、これからもなぎたん押し引き続きよろしくありがとうございます。ゆうたさん楽器持ってる、うん、そう、でも本当にね、あ、お坊さんアットマークひなぎよしさん、タワーありがとう、黒のペイントさんもありがとうございます。そう、あ、10個分ってこと、ありがとう。そう、私は今何言ってたっけ、ももがさん、ももが二郎さん、くまちゃんありがとうございます。あ、そう、そしてみんなに朗報があるんですよ。朗報、嬉しいお知らせ、嬉しいっていうか、うん、このショールームのアカウントあるじゃないですか、これ、そう、引き継げるみたいなので、このアカウントで、まあ、AKB48 ではなくなるんだけど、このアカウントのまま私の、そう、そのまま残るので、このアカウントでこれからも、まあ、ショールーム配信とかするので、みんなフォロー外さないでねこのままにしててね。そう、引き継げるんだって、だからそのままにしといてください、こう、私のこれからの配信もこれなので、
お、サンキューサンキューテンキューさん、テンキューさんがくれました。アロハチームビー。ね、だからさ、このアカウントのままだからなんか不思議だよね。うん、そう、だから不思議。今日コンサートいるのも不思議だった。私本当はね、普通だったら卒業公演終わったらそのまんまなのよ。そう、そのまんまもう卒業して活動終了なんだけど。あ、ゆるんアットマークなぎちゃん押せて幸せでしたさん、ありがとうございます。くまちゃん、そうだけどね、やっぱチーム B の最後っていうことで特別に出させてもらいました。だからね、なんか一応チーム B の一員で AKB としてだよ今日はね、だってたけど、なんか不思議だった。うん。でもなんか最後の最後までね、本当にいい思い出になりました。うん、ね、みんなありがとうって感じです。アンディアットマーク、あー、アラフォーリーマンさん、アラフォーリーマンありがとうございます。アンディさん、ふふふ、ねえ、お、うい、ハート、ういちゃん、かわいいなぎちゃんの AKB の活動お疲れ様でした。あ、ありがとう、ういちゃん、くまちゃんタワー。そう、初めての兼任先もチーム B だったし、木崎ゆりやさんの時代もそう、そうですね、だからチーム B が兼任先ですごく良かったです。 AKB に入る前からやっぱチーム B が好きだったので、はい、嬉しかったです。今日は泣かずに楽しめたよ。あ、本当に、そうだよね、卒業公演終わってるもんね。あ、勝浦とマーク引き継ぎ、なぎなぎ中さん、くまちゃんありがとうございます。うん、ね、くまちゃん呼び忘れてたらごめんなさい。ライオンハヤトさん、くまちゃんありがとう、いっぱい。して和弘アットマーク、9年間ホットインお疲れ様でしたさん、ありがとうございます。和弘さん。そう、楽しそうだった、楽しかった。あとは今日の、あ、またエフェクトが来た。今日のユニットの時もそうですね、あ、なんていうの、あれ、コップを使ってパフォーマンスするみたいなやつ、落ちた。それもそう、あ、メロンメロンさん、あ、メロンメロンさんか、今のエフェクトありがとうございます。そう、コップでやりました、パフォーマンスを。ユニットで、でもね、ゆきりんさんにコップをそう当てちゃった。本当はさっきさんにポンって投げなきゃいけないんだけどね。お、カニちゃんアットマークなぎちゃんお疲れ様でした。カニちゃんありがとう、くまちゃん。そう、ゆきりんさんの頭直撃でした、本当ごめんなさい。でもね、そうだね、初めて失敗したあそこで。うん、いや申し訳ない。でもやっぱヒールを履いてちょっと背の高さが出たっていうのはあるのかなって、ハリプンが言ってた。あ、しゅんごさんありがとうございます。くまちゃんタワー。最後のいい思い出、そうだね、最後のいい思い出はそれです。嘘嘘、わざとじゃないの、本当に事故です。カップスっていうの、ああいうの、そう、本当にね、まああれはたくさん練習しました。あ、メッサーさん、くまちゃんありがとう。うん、でもその他はまあ失敗してないし、リベンジさせてもらったし。そう、
お、ケンケンアットマークなぎちゃん応援できて僕は幸せでした。ありがとう。私も幸せでした。ケンケンありがとう。そうね、まあでも楽しかったです。お、勝浦さん、くまちゃんありがとう。ヒューガアットマークなぎちゃんの未来に幸あれさん、ありがとうございます。明日から、そう、明日は朝早くからね、夜遅くまでちょっと遠出をしてきます。そう、お、メロメロンさん、くまちゃんありがとう。そうなんです、明日までなんですけど、ショールームは明日やってもいいんですけど、早速私予定を立ててて、正直。そうなの。そう、あ、天球さんありがとう。そう、ちょっとまあ卒業祝いというか、旅に出てきます。旅っていうか、まあ一日、丸一日使うんだけど、予定をいっぱい立てちゃってて。そうなんですよ。あ、さんちゃんさんありがとう。西くんさんもありがとう。ライオンハヤトさんもありがとうございます。本当に。そうなの。トカチンさんもありがとうね。うん、そう、明日からまあ充電期間に入ります。SNS はちゃんと、まあ、皆さん追ってってください。勝浦さんありがとうございますね。メールは明日お昼前に送るので、最後のメール、最後のメールってなんか悲しいね。楽しみに待っててください。はい。たくみさんありがとうございます。くまちゃん、そう、ツイッターもインスタも、そうですね、SNS は全部そのまま引き継ぐので、新しく作るってことはしないです。あ、ゆうたさん、くまちゃんありがとう。そう、だからまあそのまま私のね情報をチェックしててください。うん、ハイタイムさんありがとうございます。くまちゃん、つぶやき、そう、普通に今つぶやいたりするので、パッタリ消えるみたいな感じはないので大丈夫です。はい、なんかまあ写真とか漏れた写真とかいろいろ載せるので。ね、ぜひまあその今までみたいにいいねとかコメントとかしてくれたら読むので、もちろんね、なので変わらずお願いします。うん、でも言いたいこととかっていうのはもうね、卒業公演の時に結構もう言ったかなって感じはあるので、まあ、このショールームがどうこうって感じではないんですけどね。いやでも本当に私は昔から性格が不器用すぎて、まあいろいろね、そうだね、いろんなことあったけど、まあファンの方は本当に理解してくれて、なんか変わらず応援してくれて、熱く応援してくれて、本当に助けられた、てか助けられっぱなしだったなって思うので、まあ次からはちゃんと恩返しできるように頑張ります。ちょっといいタイミングでエフェクトが。あ、ライオンハヤトさんありがとうございます。このエフェクトは今誰からいただいたんだ。うん、うん、そうね、まあ、活動が始まったらそう恩返しできるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。そして AKB48 としての私を応援してくれて本当にありがとうございましたね。9年間やってくれたのって本当、そう、みんなの存在がね、ちゃんとそう目に見えてわかる
まあ、コメントとかさ、そういうので頑張れたし、本当に楽しかったです。ね、だん、そう、なんかしんみりしてきちゃうんだよね、こういうの、こういうこと喋ってると。まあでもね、やっぱ明るく終わりたいので、そう、気持ちもまあ私はすごく前向きだし、明るいしそう、うん、長生きしてね、うん、みんなも長生きしてね。というか皆さん体調気をつけてくださいね。ね、健康でいてね。うん、私も健康でいるわ。ね、うん、じゃあそうだね、そろそろランキング読むね。13位はカニちゃんアットマーク、なぎちゃんお疲れちゃんでした。そしてありがとう、ありがとうね、カニちゃんありがとうございました。そして12位はメッサーさん、ありがとうございました。11位、ヒューガアットマーク、なぎちゃんの未来に幸あれさん、ありがとうございます。幸あってね、みんなにも。そして10位トカチンさん、ありがとうございます。そして9位サンちゃんさん、ありがとうございます。8位、ユータアットマーク、なぎちゃんいつまでも大好きさん、嬉しい、ありがとうございます。そして7位にしくんさん、あ、変わって、あ、変わったけど、あ、12位がねたろうさん、ねたろうさんありがとうございます。11位はひゆうがさん、そして10位トカチンさん、トカチンさんはやってないか、トカチンさんありがとうございます。9位サンちゃんさん、ありがとうございます。8位はにしくんさん、そして7位ゆうたさん、6位黒のペイントさん、ありがとうございます。5位勝浦、本当にお疲れちゃん、お疲れちゃんありがとうね。そして4位はライオンハヤと一生なぎおしさん、ありがとうございます。3位メロンメロンさん、ありがとうございます。2位カンタアットマーク、カンカンさん、ありがとうございます。1位サンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。以上です。ね、本当にありがとうございました。あの、まあ本当最後の最後までバタバタだったたんですけど、申し訳ない、申し訳ないです。はい、明日楽しんでくる。うん、ね、じゃあまた次のステージで皆さんお会いしましょう。ということで、まあ一瞬だけスクショタイムです。最後のショールーム AKB としてのスクショしてください。キラキラしてるよ、見て。またねー。スクショで終わっちゃうかも。みんな大好き、本当に大好きだよー。また会おうね、忘れないでね、私も忘れない。バイバイ、またね、おやすみなさい。ありがとうございました、9年間。